戦サッカーやってたんですけど、見てない、見ずに寝ました。本当ですか、ね、すいません本当に。いや私もめっちゃ見る気でいて、そういやだけどちょっとさすがにあの眠気に耐えれなくて、あねでも 1対1でオンゴールでゴールしたんだっけ日本側はね、そうらしいですね。すいませんちょっと寝起きで寝起きですいません。でもスタメンはちゃんといました。そうあそうだね、ま、負けじゃなくてよかったっていうのは私もほっとしてますね。はい、でさすがに埼玉スタジアム行ってませんそう今回の日本のね埼玉のスタジアムで開催だったんですけど、そうちょっとあの本当に最近は昨日もめちゃめちゃ遅くまで生写真を描いていたりとか、今日もこの後カキカキするんですけど、そうなんか生写真描いてたら眠あのねさっき眠気が来たので寝ちゃった、ごめんね。そうね、あデンさんね出なかったですね。そうスタメンにも入ってなくてあれと思ったけど結局出なかったんだやっぱりそっか。おはようございますちょっと見返せたら見返せます、ね、見返しますね。ね、なんかテレビ朝日でもなんかね放送してたらしいですし、よいしょ、おはようございます。ひのひのさんがベルさんベルさんベルちゃんのこと話してて、おな何ですか、なんかそうファンの方からなんかちょこっと聞いたけどなんか詳しくは分からなくて、なんかレッスンがを褒めてくださってたんですか、なんだろう、あ生誕ティーですよ、ごめんめっちゃ最初にコメント来てたね、そう生誕ティー迷ったら生誕ティーかわいいピンクってかわいい。あとちょっと耳だけ見えてるんですけど、今日も京都でハンケドンがいます。あの昨日はモノもらいでやばかったんですけど、まあ、今もちょっとモノもらいではあるんですけど、でもあの目ちょっと治りました。そうまた明日の朝になったらねむくんでるかもしれないんですけど、でも今はすごい良くなって配信できる状態になったので良かったです。あ本当に、あそうなんですよ、なんかすごい研究生ははいあのまあ私だけじゃなくて、そうユーナもめちゃめちゃ協力してくれて、そうこのままじゃやばいっていう判断だったので、そうもうその選抜だけの披露の曲とかもあるわけですよ、 Do you love me とかね、そういうのがあるから、だからそれをしてる間にじゃあ私が自分でその北川賢治とかをあの振り起こしして、で端っこでも鏡があったので端っこのところの鏡でじゃあ今から合わせますって言って、そう合わせました。だけどなんかその時は北川賢治しかできなくて、バンザイヴィーナスはあの動画しか送ることができなかったんですけど、そうでもちゃんと動画見てやってきてねって言って、そうがそうですね、なんかバンザイヴィーナスはみんなで合わせられなかったので、結構その私が動画送っても苦戦してる子とかもたくさんいたんですけど、でも結局はなんか本番までにはみんな振りが間に合ってたかなって多めで見ると思うので、そうまあ良かったかなって、私がとりあえずするべきことは
2曲は果たせたかなって感じですそう、なんか選抜外の曲ん？選抜外の人の曲だったので、そう絶対そこは完璧にしたいと思ってて、そう、その北川景子とバンザイヴィーナスの後に確か一瞬の花火だったんですよね。そうだからちゃんと したいじゃないですか。私からしたらちゃんとしたくて、そう、あ、なんかそう完成度を上げたかっただけ、ただ単に全然私だけじゃなくて、本当にユーナもいて、そうユーナと一緒にまずは2人で振り入れを一緒にしてから、じゃあ4期生呼ぼっかって言って4期生呼んでって感じだったので、でそのなんだろう、リハの時とかはそのなんだろうな、4期生に前日リハがあったんですよ。10月の11かな、忘れた、金曜日に前日リハがあって、その時にその多分結構いろいろまた改善するポイントとかが結構私の目で分かったなんていう、私の判断でなんかいろいろ改善するべきがあったことがあるなって思ったから、それはちゃんと4期になんか明日までにしてくることって言って、いろいろバーって箇条書きして4期に送ったりとか、そうですね、うんそうですね私はこういうところでしかなんか支えることができないので、はい、これも私だけじゃないです、私とユーナでちゃんと考えて、これ今日これが気になったねとかちゃんと話し合ってから、はい、書きましたそうですね、だっていくら端っこだってなんかちゃんと踊れてないと目立つし、そう私は絶対に一人残らず完璧にしたかったんですよね、ステージ全体を。そうなんか私は本当に周りに比べて曲数が少なかった頃からこそちょっとは周りも見れて、そうちょっとは周りも見れました。すいません、コメント読みます、なんか来てた、いろいろこんばんは。全然引っ張ってないです全然引っ張れてない、私は全然引っ張れてない、うん、だってあれだよ、歌詞覚えるのが一番苦戦しましたその歌詞覚えるのめっちゃ苦戦して、バンザイヴィーナスとか、そうもうなんか覚えられなさすぎて、もう30回以上聞いてるのに、その直前でもねずっと聞いてるのに全然覚えられなくて、そう本当に泣きそうでした、覚えられなさすぎて、でも頑張りました。そうHKT さんの福井カレンさんとの動画見てよ、動画ありがとう、ありがとうございました。そうなんか藤子ちゃんと喋ろうみたいな感じで喋ってたら、私も入れてよっていう風に福井カレンさんが入ってきてくださって、そう3人でお話しして3人で写真撮りました。そうあとはそうですね、その帰り際にもそうまた会えたらいいですねっていう風に言ってバイバイしました。そうバンザイヴィーナス大好きな人へ会ってくるだけ楽だ思
10月15日はキノコの日で自分の誕生日、え、誕生日なんですか、え、おめでとうございます。え、本当にすごい、おめでとうだ。キノコの日なんだね。え、めっちゃすごいやん。おめでとう、幸せな、ん、素敵な一年にしてください。おめでとう、おめでとう、めでていいですね、それは。今グミ食べてます。おお、私も今日はフィットチーネグミを食べました。そうで、今日はお友達は男梅グミを食べてました。そう、ピョピャピピョ、やべ、そう、暗記苦手。そうなんですよね、なんかメロディーはわかるんですけど、歌詞が入ってこない頭してるんです。いつも曲聴くときメロディーばっかり聴いちゃって。そうバカな頭してるんです私。だから、いや、私も自分で思ったんだよね、なんで振り起こしはできるのに、自分で動画見て振り起こしってさ、なんかメロディーとか知らないとタイミングわかんないじゃないですか。なんでこれできたのに歌詞がこのまま覚えられないんだろうと思って本当になんか自分のできなさにがっかりしたんですよね。うん、それが唯一大変だったかな。あとレッスン期間はなんかすごい一回大変ですみたいな配信したと思うんですけど、なんかなんだろう、ずっと立ってるんですよね、レッスン中って。そう、ずっと長時間立って休憩もそんななくて、そう、でも休憩もやっぱりなんか落ち着かないのでそう、それがきつかったですね。そう、足の負担がだから当日なんかあの会場でトレーナーさんがいらっしゃったので、そう、肩と背中お願いしますって言ってきました。ちょっと足もしてほしかったんですけど、まあ足はいいやと思って、それより肩と思って、そう、そしたら、いつもこんな感じなんですかとか言われて、え、何がですかって硬いですねって言われてめちゃめちゃ凝ってたらしい、あ、凝ってたらしいです、すいません、はいちょっと待って、やばいすいません、落ちました。いや、めちゃめちゃ凝ってたらしくて、ね、びっくりした、事故ったね、事故ったはあ、やってもらうと結構違う。そうですね、なんかなんだろう、軽くなるんですよ、うん、でもあと言いますと、なんかいろいろその姿勢直したくて、でもやっぱりどうしても肩が前に行っちゃうんですよねとか、いろいろ悩みを話しいろいろ語ることができました。そう、なんかとりあえず肩甲骨を伸ばせばいいみたいに言われたので、私は毎日もこれをしています。これこれわかるよ、なんかこうやってこうやるとここがこのこう後ろに行って肩甲骨が伸びるみたいな、そうこうやってました。はあ、聞く、あ、やば、本当に落ちる、やばい、危ない、やばい、57分終わりたいと思います。あ、そう、マジ撫で方てかさ、何でしたっけ、そのバンザイヴィーナスと北川賢治の時、私肩が出る服装衣装だったんですけど、安定に肩ここらへん撫で方すぎて、撫で方やと思って、ということでお礼をさせていただきください。13位リュウセシありがとうございます。12位かけっこしありがとうございます。11位タナの DDC ありがとうございます。15位ガーマン氏ありがとうございます。
9位隣のくるるし、ありがとうございます。8位バッサーし、ありがとうございます。7位ガトラテイスし、ありがとうございます。6位ヤッピし、ありがとうございます。5位ポンポンし、ありがとうございます。4位愛してる新潟し、ありがとうございます。3位セッテンガーし、ありがとうございます。2位ヒロし、ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイハーチェンシです。ありがとうございます。ありがとうホーチェンシ、日曜日ありがとね。そう、真ん中の方って言ってくれたからさ、どこかなどこかなと思ったらいた、見つけたし、そうほーちゃん氏の元に行けたから嬉しかったよ、ありがとね。またまたお仕事頑張ってください、ありがとう。ということでちょっとスクショタイム、そう今日はちゃんと、まあ、寝起きっちゃ寝起きだけど待ってね、よいしょ、うんうんうん、うんうん、ありがとうございます。はい、ってことで59分なので終わりたいと思います。本日もありがとうございました。ちょっとまだまだ語りきれないですね。そうってことでありがとうございました。またね、おやすみなさい、バイバーイ。あれはきたかわけんちな。バイバーイ。はーい。